ワット・チェーディール・ワンは、タイの北部、チエン前の歴史的な旧市街の中心部にある仏教寺院である。現在の寺院の敷地は、もともとワット・チェーディール・ワン、ワット・ホータム・ワット・スックミンの三寺院で構成されていた。寺院は、王、セイエムアンマーがそこに、父の遺界を埋葬することを意図した14世紀に建設が始まった。10年の建築期間の後、 未完成のまま放置され、その後、建設は、彼の家父により、王の死後に続けられた。完成はおそらく安定性の問題のために、王ティローカラーとの統治する15世紀中頃まで、かかった。当時の仏塔は高さ82メートル、基段の直径54メートルであり、その時代、ランナー全体において、最大の建造物であった。1468年、 東側の仏岩にエメラルド仏が安置された。1545年には地震後構造物の上部30メートルが崩壊し、その後まもなく1551年にエメラルド仏はルアンパバーンに移された。1990年代初頭、仏島は国際連合教育科学文化機関及び日本政府より資金提供を受けて再建された。しかしながら、 その結果として新しく構成された部分がランナー様式ではなく対チューブ様式であると言われるなど多少賛否が分かれている。1995年には仏塔の600周年及びチェーンマイ700周年を記念し黒い翡翠で作られたエメラルド仏の複製が再建された東の仏眼に安置された。その像は正式には プラプトチャルームシリナットと名付けられているが、一般にはプラヨークとして知られる。市の柱の指導礼拝堂内の、仏立像根反仏寺の敷地にはまた、サオインタキンという名のチェーンマイの市の柱がある。それは当初アットサドゥムアンに位置していたが、1800年に王、カーヴィーラによりこの場所に移された。王はまた町を守る市の柱を支えるものとして、 そこに三本の双葉柿の木を植えた。その市の柱の祝祭が毎年5月に開催され6から8日間続く。寺院の入り口近くには14世紀後半に鋳造されたプラチャオアッタロットと呼ばれる仏立像がある。仏塔の反対側にはもう一体の涅槃物を収める別館がある。ワット・チェーディールワンはモンクチャットを毎日主催している。観光客は 僧侶と話し、仏教ない主体について何でも尋ねることができる。ありがとうございます。